はい、どうもこんにちは、キアです。はい、ということで今回は東方プロジェクト中国語版難読名前ランキングトップ10です。前回は日本語版を公開して、今回は中国版です。1年前に中国語のキャラクター名クイズを公開しました。そこに登場した個人的に難しいと思った難読名前を10個選んできました。最初に言っておきましょう、読ませる気がありません。漢検とか関係ないからな。次にランキングの判断基準を説明します。1つ目が日本人から見て難しい名前か、2つ目は普通は読まない読み方をしているか、3つ目は字面のインパクトです。他にも難しいと思った名前があれば皆さんコメント欄にてコメントお願いします。はい、そんな感じで早速やっていきましょう。フランドール・スカーレットです。まずは発音を聞きください。フランドール・スカーレット。早速地面がぐちゃぐちゃだわ。草冠に夫って書いてあるからフってものはなんとなくわかるな。その後の2文字がもう見たことないわ。羊みたいなやつにこう役立つみたいなやつ、ルはルって言うんだね。欺くって書いてスだな。上下って書いてあるやつがカと言うんだね。下の方を読むんだね。つぼみでレかな。徳でトやな。フ・ス・カ・とってなんとなく連想できるから、まあわかるにはわかるかもしんない。相当頭ひねんなきゃ出ないけどな。レディホワイトロックです。まずは発音を聞きください。レディホワトロック。つぼみでレはさっき聞いたね。草冠に手でティって言うんだね。これもなんとなくわかりやすいな。各瓦徳でホワイトって呼んだ。そこ白じゃないんだね。一文字で済むのにね。楽って書いて国でロックなんやな。岩じゃないんだ。白岩だったらホワイトロックになる気がするけども、まあ中国語でホワイトロックとは言わないんでね。当て字なんでな。テカーティア・ラピス・ラズリです。まずは発音を聞きください。テカーティア・ラピス・ラズリ。なんか、パクって書いてこれヘなのな。確かにヘカーティアも髪が赤いですから、この漢字を入れるのは正解だと思う。上下って書いてるやつでこれカやね。ヘでキって言うんだね。これもなんとなくわかるな。このナミって書いてあるやつでアって読むんだ。ラーメンのラって書いてあるから、これはなんとなくわかる。しかも2個入ってるわけだから、ラピスラズリってなんとなくわかるかもしれんね。しかも、アザムクでスだし、リって書いてあるから、なんとなくラピスラズリだなっていうのはわかると思う。漢字が多いからさ、逆にヘカーティアってわかりやすいと思う。これにしてももうラピスラズリをこう書いちゃうんだ。なんか宝石っぽさが欲しかったけど、全然ないな。ミスティア・ローレライです。まずは発音を聞きください。ミスティア・ローレラ。目でミって読むやろね。アザムクではないんだけどね、この字ね。なんか似てるけど。スとティはさっき聞いたね。女編のこれでもアって読むんだ。ヘカーティアの波みたいな字でダメだったのか。どっちでもいい気がするんだけど、なんでそこをちょっとわざわざ入れ替えちゃったんだよ。発音の問題かこれ。夢みたいなやつでローなんだろうな。つぼみでレで、ラでラなんだ。いいどこ行ったんだよ。ローレラにならない。マエルベリーハーンです。まずは発音を聞きください。マエルベリーハーン。王変に馬みたいなやつ書いてあるから、まあマってはなんとなくわかるかもな。次の何この草冠にバッテンみたいなやつ、これえって読むんだろうけど、わからんね。どうでルーでしょ。はいみたいな字でこれベって読むんだ。リはこれはもう草冠にはこれもう見たことあるね。ハクってさ、これヘって読むんじゃなかったっけ。ハじゃなくねえかこれ、ヘリなんぞ。ヘーやんやんこれ。オンはこれなんだ、オンなのかこれ。そうなるとヘオンになるぞ。クラウンピースです。まずは発音を聞きください。クラウンピース。可愛さゼロ。道化師っぽさとかピエロっぽい字がなんか全然入ってないな。皮とか入っちゃってるからね。もうなんか似合わねえ字が入ってんな。ポクって書いてこれクだね。ドーって書いてあるやつでこれラかな。ポンって書いてこれウンって言うんだね。そうなるとマエリビリヘンになるよね。泡はヒとかピーとか言うんだろうな。幽霊みたいな字でこれスって言うんだ。
泡って字がちょっとなんか嫌だよな。ちょっと生々しいっていうか、ちょっと気持ち悪さが入ってるから、もうちょっといい感じなかったかなって個人的には思います。ルナチャイルドです。まずは発音を聞きください。ルナチャイルド。要素な。月とか子供とか全然ない。ローはさっきも何回も見てるな。チルノとかもこの字やからね。女編になって書くのはこれなっていうのは分かりやすいね。キルって書いてこれチャっていうのやな。このなんか小さいって書くのでいいやろね。徳でほうとかどうとかこんな感じかな。もうちょっとなんか妖精っぽさとか可愛さとかさ、そういう感じがあればいいけど、結構いかつくなっちゃったな。エタニティラルバです。まずは発音を聞きください。エタニティラルバ。地面ぐちゃぐちゃかこれ。愛の塔の、これわからんわからん。ラーメンにわからんくて変わら。要素ないのよ。妖精とか虫とか蝶とかを入れてほしいな。なんで塔とか変わらとかラーメンみたいな字を入れたのか、全然理解できんわ。しかもこれでエタニティラルバって読めるのがすごいわ。キャラの原型をとどめてないのよ。スターサファイアです。まずは発音を聞きください。スターサファイア。今まではなんとなく読める漢字がいくつかあったんだけど、ここまで来るともうなくないか。欺くみたいなのでスーでしょ。トーでタなんやろね。薩摩のサーみたいなやつで、まあなんとなくサは連想できるかな。草冠に火でこれファとかそこら辺なのかな。雅でアとかかな。星とか青い宝石みたいな感じなかった。もう原型ないからね。ゴツゴツだし、もうちょっとなんか可愛さみたいなのが欲しかったな。ミルクです。まずは発音を聞きください。サニーミルク。トップ5全部妖精かお前。今までもなんか難しかったけど、俺的にこれが一番難しいわ。日本語で読むやつがもうあんまわからんわ。あったとしてもあんま聞かない読み方してる。クワみたいなのでサなんだろうな。このアマみたいなのでニっていうね。これは実際にニっていうからまあ連想できるかなって感じ。米でミなんだな。小さいみたいなやつでル、奥でクってことかな。太陽牛乳とかじゃダメだった。このミルクは牛乳っていうかなんか温かい心みたいな、そんな感じのミルクなんだけどね。それを連想させるような感じがなかった。中国語ってめちゃくちゃ漢字あると思うんだけど、なかったんですかね。クワとかもいよいよわけわからんからな。太陽だぞあれ。しかも米じゃなくて牛乳な。牛乳でもねえわ。はい、ということで以上が東方プロジェクト中国語版の難読名前ランキングトップ10でした。最後にもう一度ランキングを振り返っていきましょう。こちらになります。絵が疲れるわ。当て時間が凄まじいな。見たことない漢字、特殊な読み方、キャラの意味に合ってない漢字ばかり。皆さんずーっと気になってることあるでしょ。そうです、カタカナキャラしかいません。そりゃ漢字キャラは大体一緒だからな。発音は違うけど見りゃわかる。逆にカタカナキャラは漢字はわからんけど読み方一緒だからな。さすがは世界一難しい言語ですね。これからもなんかカタカナの長い名前とか出たらランキング入るんでしょうね。はい、ということで最後にもう一度言うんですけども、他にも難しいと思った名前があればコメント欄にてコメントお願いします。はい、ということで今回は以上になります。この動画が面白いからぜひチャンネル登録、高評価、コメント、通知ボタンお願いします。はい、ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。じゃあ。